ちゃっこんにちは豊さん、はい、1週間ぐらいでこんなにもセリーグの3チーム上位、うん、状況がこんなに変わるとは思ってなかったです。まあ、対戦カードにもよるし、はい、で勝ち方負け方、うん、いろいろあるし、はい、まあ、そういうことで状況というのはすごく変わってくる可能性はあるよね。そうですよね、うん、まず豊さん、この3チームで今ちょっとこう危険信号というか大丈夫かなと思っている一番のチームはまずどこですか？まあ、言わせたいのは巨人だよね。まあ俺はもうちょっと先からだと思うんだよ、はい、うん、ただ今非常に雰囲気が悪い、はい、負け方もそうだし、そうなんですよ、ね、戦う姿、はい、それを見ても、まあ、最悪だよね、はい、いつまでこれが続くのかっていうのが大事で、はい、まあ、DeNA の初戦先発に菅野立ててって、はい、菅野がああいうやられ方をした、うん、やっぱ次のピッチャー山口が慎重になっちゃうよね。もうそうなりますよね。なるなる、思い切りがあって、まあ、そうなったらもう立ち上がりすぐに失点しちゃってっていう、はい、でも本当に悪循環が始まった、うん、悪循環が始まった要因とすれば、はい、阪神が頑張ったということだよね。あの直接対決でもっていうことですよね、うん、で負け方も悪かったし、引き分けか、はい、引き分けになったけども、はい、引き分ける感じも悪かったよね。そうですよね。特にあの点差がついて6回からあの坂本選手を下げてっていう、まあ、そこからだよね、はい、狂ってきたのは、はい、まあ、そういう一回こうリズムを崩したチームっていうのはリズムを取り戻すっていうのはすごく大変な作業だけど、はい、まあ、その中でやっぱヒーローが生まれてこないとね。そうですよね。でもヒーローが生まれてこない、はい、うん、それ今までは打てない時にウィーラーが打ってくれたんだよ、うん、でもそのウィーラーも8番を打ってる始末という。そうなんです。だからまあ最悪だよね。それとビエイラが守護神抹消です。ねえ、はい、デラロサでカバーするのか、はい、中川なのか。豊さん的にはどっちの方が、まあ、デラロサだろうね。あ、中川は優しい気持ちがですね、うん、なんかそんな感じがする。あのデラロサも結構打たれてるシーンが、うん、こうね、巨人ファンの方もあるかもしれないんですけど、まだデラロサの方が後ろはチームに対しての罪がない。ああ、気持ち的に、まあ、これ申し訳ないけど外国人だから、はい、うんうん、だからその方がいいのかなっていうふうには思うけどね。ただここに来てのビエイラ抹消、まあ、そんなその症状軽めも大事を取りということで、まあ、右肘の違和感ということなんですけど、これ今この時期にっていう、うん、どうなんですかね。言っても、はい、畑もいるしさ、はい、まあ、そんな心配事ばっかりしててもしょうがないけど、はい、ここのとこホームランが出てないよね。出てないです、うん、だからやっぱり巨人はホームランで勝つチームだから、はい、うん、やっぱホームランが出て活気づくというかね、はい、まあ、そういうことじゃないと、うん、ただ、まあ、岡本一人でホームランを打ってるけど和紙をやってても逆転されると雰囲気は悪くなるな。あと丸選手がな、うん、ちょっと今スランプというか、まあ、そうだな、はい、でそこに明るい材料になるかもしれないということで、その梶谷選手が、まあ、復帰と、あとあの新加入のハイネマン選手が、うん、まあ、ちょっと外野手でこう肩も強いっていう、ただどのぐらいかないですけど、でもね、もうね試してる時間がないんだよ。そうですね、打つかな、これ後半になったら打ってくれるかなとか、はい、見極める時間がない。だからもう結果勝負だよね、はい、で梶谷もそうだよ、はい、で足が治った、うん、ね、はい、戦列復帰した、うん、あいつのように打てるかっていうとさ、はい、これはまだ未知数だからね、うん、だから分からない、まあ、気持ちはリフレッシュして体は元気だということだよね。そうですよね、うん、だから点の取られ方も巨人は悪いしね、はい、ミスから失点が続くし止まらないしね、はい、だからまあそこら辺を改善していかないと、もともとやっぱこう守ホームランを打ち守り勝つチームだったんだけどね、はい、その両方が今ちょっとバランスがちょっと崩壊してるよね、はい、でまあ、阪神は、はい、逆に言えば天王山、はい、よく勝ったよね。すごかったですね、まあ、その中でもやっぱ大山の仕事っていうのは見事だったしさ、はい、ビエイラのあの速球、はい、おあそこまで引っ張って持っていけるっていうのはね、いかに充実してるか、はい、あ、いかに体のキレが戻ってるかっていうのが伺い知れたけどね、はい、うん、あとは中野、あ、中野選手、はい、やっぱ気持ちがいいよね、うん、だからまあ例えばフルカウントから満塁で
もう選んでいこうなんていうのは全く考えてなかったという、振った瞬間あボールやんかって思ったけど、まあそこまで飛んでくれたという、うん、まあいやそういう気持ちがあるからやっぱああいう結果になったんだろうね。そうですね、うん、豊さんがその本当に1週間前数週間前に阪神はその大山選手と佐藤選手が上がっていけばもちろん優勝の可能性が一番大きいっていうふうに言っちゃったのが、まさに今その大山選手好調なので引っ張っていってるっていう感じですよね、うん、まああとはやっぱ佐藤だろうな。佐藤選手大丈夫ですか、その残りのこの期間でまたカムバック大丈夫できますかね、リズム的に。まあああいうこうホームランを打つバッターってさ、なかなかこう難しくて、一本きっかけをつかめば大山みたいにポンポンといく可能性あるけど、やっぱ代打で、っていうのはきっかけがつかみにくいよね。そしたら先発で使うかっていうとさ、はい、もう本当に優勝争いをしてるがために、はい、なかなかやっぱ調子の悪い選手っていうのは使いにくいと思うんだよね、うん、矢野監督も。でパッと差し込んだジャイアンツ戦でもやっぱ結果が出ずに、その後原口糸井って代打を並べて使ったら、はい、結果がそこで出たという。だからやっぱ打順的にも、あの佐藤が任されてる打順6番とか7番とかあそこら辺にやっぱ溜まってくる可能性が強いんだよね、チャンスが、うん、だからそういう意味ではやっぱこう佐藤、大山佐藤っていうのが春先の状態をつかめたら、まあ大山はもう掴んでると思うんだけど、はい、これはやっぱり優勝に一番近いチームかも。そうですよね、うん。そしてヤクルトですけれども、ヤクルトは背水の陣だったんだよ、はい、阪神戦、うん、ここで3連敗しちゃうと可能性としたら、あ 40% あったのが 20% になるかなっていう、もうガクンと確率が下がろうとはしてたんだけど、はい、まあ初戦青柳に対して、まあ、村上が打ち、はい、それまで村上が沈んでたのが、まあ、ちょっと息を吹き返してきたよね、はい、だからそういう意味ではまたちょっとチャンスはなくはないなっていうふうには見てるけどね、はい、やっぱオスナ、サンタナ、やっぱ打線はいいよ、山田が休んで次の日山田が入ったら山田がホームラン打ってくれるとか、まあ負けはしたけども、はい、だけど打線のその破壊力だとかつながりっていうのはすごくいいものがあるしね、はい、まだ頑張れるよ、ヤクルト、まだヤクルトがいますよね、いけるよね、うん、考えてとやっぱり巨人がちょっと今、まあチーム状態が一番ね、うん、悪いのはやっぱ巨人だよね。そうなってきますよね、うん、DeNA 戦で、はい、まあ、吉川がファーストに暴投し1点を失う、セカンドゴロゲッツーだと思ったら、はい、ちょっと握り替えジャックリして、ゲッツーが取れなかったとか、はい、まあそういうことがちょっとずつ続いてるよね。そうなんですよ、ね、だから彼らもそれをやろうと思ってやってるわけじゃなく、はい、やっぱこうチームの雰囲気、全体的な雰囲気が重い分だけ、はい、やっぱ手にボールがつかなかったりだとかさ、はい、やっぱこうしてるんだと思うんだよね、うん、だからまあそこら辺をこう、うーん、カバーできるぐらいの打力が今ないしな。そうなんですよね。だから阪神みたいにミスはするけども、はい、それを誰かがカバーするとかさ、そういう力が今ないだけにね、はい、それはやっぱ苦しいと思うな。原監督も今ね、頭抱えてるというかいろいろ頭の中で考えてるんでしょうかね、策を。だからまあ坂本を外してから、はい、交代させてから流れが悪くなったという。坂本もさ、その年齢的なもの、ポジション的なもの、まあオリンピックから帰ってきてやっぱ疲労度は相当溜まってるんだと思うんだよね。で6対0、まあ、坂本下げても勝てるかって思ったんだろうね、はい、その思った時点からちょっと流れがおかしくなってるから、うん、まあ、これからやっぱ坂本の頑張りにかけるしかないよね。チームリーダーだしね。そうですね、うん、あとはやっぱり菅野がやっぱ頑張らないと、うん、で菅野は見てるともう結果でいいんだよ、うん、結果勝てればいいんだよ、はい、でそこじゃなくて彼はもう一つ上の完璧を狙ってるよね。例えば同じ三振取っても自分の納得いかない高さに行くとさ、こう首ひねったりだとかさしてる。
でそういうマイナス思考にどん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 納得が自分ができなかったらどん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 そっちの方に流れていってるような気がして、はい、三振よっしゃみたいな、よし次来いみたいな、どんな球でも打ち取ってやるみたいな、そういう気持ちが出てこないとなかなかこう自分で乗っていけないような気がするんだよね、はい、でこう画面から打ち出される表情だとか、そういうのもあそこ行っちゃったとかさ、はい、しまったっていう顔です。しまったっていう顔なんだよね、うん、でそれが仮にボン出しても変わってくるってたりだとか、うん、いや今は完璧にやらなくてもいい、勝ってくれればいいんだから、うん、だからそこをやっぱちょっと思考をこうちょっと変えてほしいなと思うんですね。そうですよね、うん、あとはね、はい、阪神は西が早く100勝しなきゃダメだ、はい、西投手、うん、そうですね、うん、あそこの試合が重くなる、確かに、うん、なんかそうですよね、何回も何回も失敗してるから、はい、だから早くやっぱこう野手もね勝たしてやりたいとは思ってると思うんだけど、はい、あそこがやっぱこうすっきりしたらちょっと流れるんじゃないかなと思う。さらに阪神もまた流れが良くなるってことですよね、うん、いやこのじゃあちょっと上位3チーム、うん、さらにちょっとまたさ1週間2週間とどういうふうに状況になっていくのか、まあ、1週間2週間経ったら、はい、どうなってある程度見えてくるんじゃないかなっていう気がする。あ、もうそろそろ2週間後にはもうそろそろもう20試合ぐらいになるよ ね、なりますで10月の下旬でもうね20何日で終わりなので。そうだろう、はい、いやこっからだからまあ巨人が落ち込んでるって言っててもこっからやっぱ立て直す力を持っている選手たちが多いしね、はい、で阪神は佐藤が打ち出す、佐藤の代わりに、まあ、例えば糸井が入ったりとかしてその代わりを糸井がどんどんし出す、はい、まあ、そうなってくると阪神ももっと勢いが出てくるだろうし、うん、まあ、楽しみだよね。楽しみですね、うん、はい、はい